どうもこんにちは、ひこぼんです。今日からね、クリスマスのイベント開始です。やることがいろいろあります。まずは新ポケモンの捕獲、あとは帽子をかぶったピカチュウをゲット、あとね、シャドウのデリバードがいるらしいのでそれもゲット、あとは雪かぶりの色違いとかね、あの帽子のピカチュウの色違い、あとね、去年取れなかったデリバードの色違いも狙っていきたいと思います。いろいろありますが、基本的にやることは簡単ですね。それぞれの色違いを見つけるのは難しいですけれど、新ポケとかはね、簡単なのでその辺をこなしていきたいと思います。とりあえずこれにロケット台なのでやります。俺の可愛い虫ポケ行け。未だにおすすめバトルパーティーが出たり、前回のパーティーが出たりとも、なんかよくわかんないですよね。これでデリバード出たりするのかな。デリバードのジャンルは何なんだ。あ、こう、ああ、本番だった。必ずデリバードが出るわけではないようです。とりあえず2正面駅に出ているプロタモンへ向かいます。そうだ、ウリムといえば今日自宅でウリムの100が出ました。こいつはね、使えますね。ただね、イベント中に個体値の100が出ると色違いが出ないっていうね、ジンクスがあるんですよ。完璧に出ないんですよ。やっちゃったかもしれないですね。とは言いつつ、なんか雪かぶり出やすいそうなので頑張ってみます。バリアードこの機会逃すとまた1年ってすごいですよね。バリアードの位置が取れなかったことが無念になって幽霊になっちゃうかもしれないですよ。バリアードの色違いをくれっつってねバリアード幽霊、恐ろしいことにたまに色違いをゲットする夢を見たりしますからね。それほど執着心があるわけですよ。来ました、これですね、西大宮駅時計台のジムに来るためです。なかなか帽子ピカチュウ出ませんね。こっちから取りに行かないとダメなのかな。自宅でも出たんですけどね、まあせっかくだからこうね、動画中で取りに行った方がいいかなと思いまして。近くにないですね、結構。案外いない。昨日はバッテリーやられました。なのでちょっと小さめのバッテリーがあったので、それはもうバッグに常備しておきます。釣り具の常備です。それは常備だろ。お、バリアード、これ色違いかな。なことはない。あ、紫のバリアード欲しいな。紫のバリアード欲しいな。ボクシン色違いのバリアード欲しいんだよな。いろいろキャラクターが変わってます。キャラクター瞑想中。羽根っこ羽根っこ嬉しいな。なこたんない。そうだ、今日からね、学生は冬休みでしょうかね。非常にテンション高いです。川島のテンションを分けてほしいです。なんかすごい車の通りが激しいです。なんでしょう、師走だからでしょう。やっぱり晴れてもいいですね。ちょっと風が冷たいですけど、やっぱ晴れに限りますよ。どんよりしててもいいことないですね。なんだろう、ただのコラッタか。おっと、またバリアードです。ノーシャイニー。いや、バリアードじゃん、デリバードだ。うーん、デリバード、ずっとバリアードって言ってましたね。ここで気づきました。よかったです、デリバードです。デリバード、配達はなんて英語でしたっけ。これもデリバード、デリバリーだ。デリバリーとバードがかかってデリバード、よろしくです。ちょっとね、黒卵の孵化まで時間あるんですよね。あと14分。一応ミンポケに参加表明しておきますか。
正面駅ならね大丈夫だと思いたいけど、ちょっと微妙な時間なんで、でも昼だからいるかな、昼休みで。うん、参加表明出てますね。参加表明しときましょう。お、ピカチュウいっぱい。近くにはいないな。おお、脅しもいる。ちょっと向こうまで行きますか。この先に帽子ピカチュウがおります。まずは雪わらし。雪わらしの色違いもまだゲットしてません。この辺ですね。あ、出ました。いきなり色違い、こいなわけないよね。これでゲットしちゃいます。です。帽子ピカチュウをシンクさせて帽子ライチュウにしてみます。帽子ライチュウカモーン。出ました、光の玉。進化した。お、出てきた出てきた。待てば出てくることもあるんですね。とりあえず一つね、ノルマは達成です。では西尾明に向かいます。ではそろそろです。人はそんないないですね。成立するかどうか分かりません。非常に厳しい状況です。ちょっと様子を見てみます。今日からまたビリジョンですね。うわ、ゼロ。3、4、3、入ります。3人、これで4人。なんとかいけるはず。うん、オスメバトルパーティーにファイヤーがいるのでストーンエッジではないです。これいけそうですね。ビリジオンは飛行タイプの技が20弱点、こういう少数人数の時に効いてきます。それはもうね、海流の時に分かりましたね。氷が20弱点というのはね、知らなくてね、飛んだ失敗しました。5人だけどいけますね。ルギアだったらちょっとやばいかもしれないですね。もういないですけど。では5人でスタートです。みんながレベル40ってわけじゃないのでちょっと苦戦するかもです。あそこには毒クラゲ出てますね。なかなか通なポケモンを使いますね。ああ、すごい減りますね。ちなみにビリジオンのゲージや技は何だろう。なかなか打ってきませんね。いいファイトでした。いいファイトは当たりですね。いやー、でも結構時間かかってますね。これダメージ量に狙いますね。ワンチャンダメージ量3。そんなことはないかな。勝利です。 CP は1684。ダメですね。確か1700を突破しないとお話にならないはずです。
ダメージ量が気になります。おお、ダメージ量3もらいました。ではボールは14球です。やりましょう、頑張りましょう。あれゲットダメですね。あ、ゲットしちゃいました。なんてことだ、これから本気出そうと思ったのに。ではこのまま宮橋公園へ向かいます。では新ポケゲットしてみます。こちらにおります。こちらにおわすお方をなんと心得る。新ポケ様でござるよ。ここにいるはずなんだ。あ、違った、ここじゃない。しまったんご、間違い申した。バリアーズです。じゃあデリバードノーシャイニー。紫のデリバード出たら嬉しいな。今アンドロイド AR 撮影できないんですよね。出ました、新ポケ出ました。あ、消えちゃった。もう消えるの困るんだけど。まだ近くにいますね。じゃあ神社のとこ行きますか。ブブブブブブブ。図鑑登録しないと黄色になります。よいしょ。おお、鼻水垂らしてます。クマシュン、クマシュン、クマシュン。今日進化まで持ってきたいですね。それでひとまず一区切りって感じで。ゲットです。色違いはまあのんびりいきましょう。図鑑登録完了です。50、まあやってれば集まりますね。もう一匹公園にいます。この先の公園です。行きましょう。公園、それはそれは声音ですね。ポケゴやってる人はね、ポケゴはあの全国的にどうなんですかね。アンドロイドと iPhone、 全国的には地球的にね、アンドロイドの方が多そうなんですよね。その割にはアンドロイドの方が対応遅いっていう。ああ、数が多すぎていろんな機種がありすぎて絞れない感じですからね。この機種で良かったものがあっちの機種ではダメとかね、あるからね。ならば iPhone なら絞りやすいですからね。出ました、クマシュン、クマシュン。鼻水垂らしてるポケモンってすごいですね。チャレンジングです。チャレンジングな、チャレンジングは嫌いじゃないぜ。もう半分です。お、デリバードノーシャイニー。
ロケット弾おりませんね。しかしこの見渡す限りのポケストップのなさ、増やしていきたいね。ロケット弾おりました。一丁揉んでいきましょう。お、女性ロケット弾です。わ、このタイプですね。この先にクマシュンがおります。クマシュン、来ました。クマシュン、あ、クマシュンってやってますね。おお、飲み、うわー、逃げた。なっちゃうな。ちょっとロケット弾のリーダーと戦っちゃいます。レーダーを消化しておきます。出ました、クリフです。あれはクマシュン、クマシュンだ、クマシュン。こんなとこでさっきの借りは返したい。OK です。返す刀でクリフ。この間の戦い方が言っています。これですね。タイプごとにこれ前回のパーティー覚えてるんですかね。まずはラブラージドをします。もう一回押します。ここでカイリキの出番です。このまま押します。うわー、岩慣れじゃなかったな。これいまいちですね。でもどっちもどっちですね。これは難しいね、こうね、ケージ技発動は。余裕ですね、もうね。次バンギかな。これで終わりだ。ああ、たた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 。勝利です。よっしゃ、来い。ノーシャイニー。帽子ライチのレーダーあるんですね。まあやることはないから。お、三橋公園にルアーモジュールが焚かれてます。行ってみよう。ルアーモジュールにおびき寄せられる虫みたいな感じです。
ここでクマシュン出ました。クマシュン、うわちょっと CP 高いかな。ゲットです。あと1回でもう進化です。早いっすね。では進化分最後の1体です。余裕でしたね。とりあえず達成感を得たいので進化させちゃいます。候補体は後々。たまりました、60個です。これだけでね、もう進化分達成しちゃうのは簡単ですね。まあとりあえずいいのいないですね。これいいっすか。では進化させちゃいます。ポチッとな。今度鼻水がヒゲみたいになってますね。ゆだれか、ゆだれがヒゲになってるのかな。ゆだれが凍ってヒゲになってるのかな。まあとりあえず良かったです。このね、三角形の形してます。なかなか面白いです。これでひとまず一コピーです。あといろいろこなしていければなと思います。宮市公園の手前でね、釘踏んでねパンクしたのでちょっと怖いです。トラウマになってます。まあ、釘って言いましたけど釘じゃないですよね。なんか細いなんか鉄の棒なんですよね。慌てて端っこにこう放り投げちゃったんでちょっと後で確認したいところです。あれがね本当足に刺さったりしたら本当すぐ抜いちゃいけないんですよね。血がバーって出ちゃうかもしれない。なんかね一瞬ね一瞬こうパニックになってねすぐ抜かなきゃってなるんですよね。バーって気をつけましょう。そういう話だ。想定のね話が飛躍してるっていうね。刺さったものはとりあえず刺さったままで、タイヤは別ですけどね。抜かないと転がしていけないですからね。お、バリアードじゃなくてデリバードです。ノーシャイニー。シャイニー。そして宮市公園に、ああ宮市公園に来た。ルアーモジュール消えちゃった。というかまあ私も今回は刺しましょうか。このルアーモジュールから出るやつがいるんですよね。フリーチャー野生でも出るけどアイスルアーからも登場するようですになってますね。じゃあアイスルアー炊いてみますか。出るかな。ここですね。ではここでルアー文字を炊いてみます。これはルアー文字と、こっちはアイスルアーと、こっちはルアーモジュール。おっといきなりパルルが出ました。最近パルル見ないっすね。島崎パルコゲットです。まあ、こんな調子でねずっとやっていきます。楽しみポケ出たら撮影します。よろしいです。黄色になった。なんか出る。おお出た出た出た作戦通りです。
フリージオ出ました。変わりました。これちょっと、ダメ、逃げられちゃダメ。変わりました。作戦通り。ゲットです。もしかしてすぐ出んのかな。対地はいまいちです。これで色違いも出てくれたらいいんですけどね。やっちまった、全然関係ないリーラの色違いが出ちまった、なんてこった。もう色違いが出る気がしない。このタイムで出ますか。プライズゲットです。なんか出そうな予感したんですよね。まさかリリーラとは思いませんでした。ルアー文字の効果終わっちゃいました、まあ、リリーラの色違いとね、新ポケモンゲットで良かったのではないでしょうか。新ポケモンはね、狙いがまさにドンピシャでグッときました。向こうにね、脅しがいるんで、あれをやりたいかなと思ってます。記念ですね、記念脅し。マーキングも兼ねてます。明日のレーダーは大宮駅前でやっちゃうので無駄になる可能性もありますけど、この黒玉が人集めるかな、ちょっと分かんないですね。ちょっくらロケット弾もやっちゃいます。お、女性ロケット弾です。強いの濃い、ツアー炎だ。落とし変に取らない方がいいんじゃないかな。シルエット出てましたもんね。そうだな、やらない方がいいな。え、これもしかして冷蔵、全部冷蔵、野生では出ない、野生で出たような気もしますけど、いや全く見ないですね。やっちゃいますか。てて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 、おろししベルノーマルですね。ノーマルといえば格闘でしょう。間違えた。で最近のねルカリオ、あ、これちょうどバトルできます。よかった。あー、バトルがめんどくさくてね。ハローダン、どうだ。あ、どうだ。あ、どうだ。よし。これでいきなり色違いとかないかな。対応来い。いやいや、ノーマルでした。ゲットです。これは完全に色づくのはいつになるんだろうか。年明けちゃいそうですよね。
喜びゲージ満タンになりました。まあ、去年含めてですからね。大人が吹いてるのかと思ったら子供でした。女の子が2人で吹いてます。いただきます。ダメージ量2狙えるかな。1681、低いっすね。おお、ダメージ量3。みんなおすすめ選んでますね。出てますね。一回はねえか。おだしし、おだしし、おだしし、おだしし。おおおお、おほほほ。おだしし、おだしし。僕の可愛いおだしし、おだしし、おだしし。僕の可愛いおどしし。お、出ました。こっちから来てよかったな。遠いっすね。では切られ、ノーシャイニー。まだまだデリバードがいる。ノーシャイニー。厳しそうだな。そろそろ帰らねば。では宮市公園を後にします。1日目やるだけやったでしょう。ちょっとあのパンクした棒をちょっと探してみます。なんだこれ。チョコパイが落ちてます。なぜチョコパイが袋の落ちてなんだ。でパンクしたんすよ。このじゃあそこのね、工場の前。ないかな。怖いっすね。なんか でもあれ、なかなか踏もうと思ったって踏めないよね。そういうところの運はすごいです。ダメだ、見当たらないですね。どっか横に放り投げたんだと思います。もう慌ててブシュって抜いて、ファーッつって